ちに迷い込んでしまったトレーナーのためにさ、こっちじゃないよっていうためかもしれない。ちょっと読めない。そのあたり負けてますます不安が募る。ごめんなさいごめんなさい。それはちょっと、むしろ嘘未来ドン、ありがとう未来ドン。落ちちゃった。ちょっともう登れない。今のところは登れない。ちょっと不安が募る。落ちてしまったものは仕方がないから、危ない。ナミイルカちゃんたちがすっごいいっぱいいる。へえ、ここからさ、こう、あのゴルダックに追いかけられる。こう行くしかないよね。わあ、一気に道が見えなくなっちゃったよー、怖いよー。ここはルチャブルが光り輝いてる。あなたはのこっち。ルチャブルさんはスルー、わあスルーって言ってるのに。輝いてる。そうだよね、そうだよね。テラスタルーのルチャブルさん、それ入るのかわいいな。まあそうなんだけど、レベルはどんな感じ。41。一旦逃げるよ、ごめんよ。せっかく来てくれたけど、ごめんね。逃げていきましょう。でここはチャーレムが埋まってるけど、わ、ここ危ない。ここ行ける場所ないわ。どこかに繋がっているとかでもない。仕方がない。わーん。落ちてきちゃったからな。せっかくちょっと無理してさ、やってきたのにさ。あ、こっちから道がありそう。ちょっとここ行ってみよう。間違えちゃった。ごめんね。すごいジャンプだった。こうしたら、復帰できそうじゃない？わかんないけど。ここはどのような、ここは西一番エリア。さっきこれちらっと覗いたところかも。そうかも。あ、よかった。登ってこれる道があった。ちょっとあなたよ、あなた。まあ私がね、ずり落ちちゃっただけなんだけどさ。喋っておこう。ベイクタウンに行くにはこのまま道なりらしいが、これは道なのかだって。ここに行ってねっていうことだね。まあ、遠回りでも、そこにしかいないポケモンがもしかしたらいるかもしれないし、ね、レベルアップの機会になるかもしれないから、まあ、どこかわからないよりはいいとしていくんだけど、こうして、道とは、これあ、こっちだ。びっくりした。あの人ともバトルしていこうか。ね。いい景色ー、確かにそれはそう。あんまり離れないでね。いい景色をバックに、あんたに勝ったとこ自撮りしよう。あんまり離れないでね、釣り落ちるから。学生さんの宗介さんが勝負を仕掛けてこられました。ミガルーサー出てきまして、私大丈夫？釣り落ちる場所にいない？大丈夫？怪しいところにいるよ、また怪しいところにいるよ。大丈夫かな。ミガルーサさん、レベル38だから、まあ、めちゃめちゃ無理ってほどではない。身を削る。削らないで。攻撃グーンと上がってしまいまして、舌で舐めるはね、効果抜群なんだけれども、ちょっと、噛み砕くにしたらよかった。まあ、身を削ってくれていた分のダメージで勝っていけましたね。よかったー。怖ー。危ない。ツンベアーさんが出てくるから、どうしようかなー。いや、このまま行こうかーねー。ちょっとメララちゃん厳しいかもしれない。やっぱりね。なので、38だったらありだったか。ちょっと悩みどころではあるんだけれども、このままおこげくんで戦っていきましょう。雪景色、雪が降り始めましたが、なんかこう、この後ろが海だからさ、なんか海と雪ってさ、あんまりこう相入れないもののイメージがあるから、なんかちょっと不思議な気持ち。ちょっと見れないけどね、ここからじゃね。こうしたら見れるかな。
見れるかな、あ、チラッと見える、チラッ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 とだけ見える、この雪景色&海ね。のすけさんとの勝負に勝ちました、よかった。あ、拍手してくれてる、負け顔になっちゃった、まあ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 、ずり落ちないでね、ずり落ちない、私偉い、よし。おしゃべり自撮りしてプロフィールのアイコンにしようと思ったんだ。でもいいよね、いいよね、この海のねバックにしてね。ちょっとちょっと、あの、私はそれして始めたら多分ずり落ちるからやめておきましょう。押してこちら進んでいって、ここでもなんとなく道なりに進んでいく感じだね。ね、ちょっとちょっとすごい冒険感あるけれども、こう進む。誰もポケモンはいないね、ちょっと不思議。なんかこんな感じだったらポケモン結構、それこそ幕の下だったりとかさ、いそうな感じがするけれども、全然いない、全然いないね、飛んでもいないし、別に埋まってるわけでもないし、シュチュシュチュバトルしていこうか、仕方がない、仕方がない。ちょっとスルーしようか迷ったけどさ、ベイクターンのジムで負けたので鍛錬をしているのです。エスパータイプのジムっていうお話だったからね、この空手王のしんすけさんはおそらく、そうよね、格闘タイプだったらそれはちょっと厳しいかと思われつつ、投げつけサルさん、うん、どうすじゃれつくでいいかな、じゃれついてみようか。投げつけサルさん、よし、効果抜群で勝っていけました。誰が出てくるかな、怒りざる、怒りざる、怒りざる、いやこのまま戦っていこうか。ちょっとね、メララちゃんかなって思ったんだけれども、ね、ちょっとこちらがめちゃめちゃ有利みたいなタイプでもないから、このまま行きましょう。怒りざるにも勝っていけました、よかったよかったよかった。ちょっと手持ちのね、ポケモン的にしんどいかもしれないよね、この空手王さんがエスパータイプのジム。また負けた、ごめんなさい、なんかごめんなさい。おしゃべりもしていきましょう。ベイクジム、ジムリーダーリップさん、エスパータイプの使い手、我の格闘タイプ、格闘ポケモンは手回しも出ませんでした。ですよね、ですよね、タイプ相性がちょっと厳しいですよね。ここか、ここ、あ、ここなんか道なりになっているので行きましょう。相変わらずポケモンが全然いない。で、地かな、誰かいる、あ、チャーレムだ、チャーレム、アサナンおりまして、こうレイク空洞だって。でもここしか道なかったから合ってるよね、合ってると信じていこう。あー、目的地のね、あのマークが出てきてくれたからちょっと近いと思う。誰かいる、あなたはやったことがある、こうここはスルーさせていただく。この辺なんだけどな、場所としては。外に出てすぐみたいな感じの場所がポケモンセンターなんじゃないかなと思いながら。すみません、はい、なんでしょう、ベイクタウン到着の記念に勝負お願いしまーす。かしこまりました。バトルしていきましょう。学生のヨータさん。ペラカスだって。あれかな、あの子、あの子、あの砂漠で出会ったあの子の進化後じゃない、ね、名前出てこないわ。じゃない、あのほら、あの不思議なお顔をされてたさ、あ、人じゃないかな、ぽいよね、ぽいよね、なんか転がしてる気がするもんね。え、何タイプなんだろう、進化したらなんか不思議なタイプになるのかな。勝っていけた、勝っていけた、よかった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 、ベラカスさんに勝っていけました。へーかな、でも合ってるかな、ここはまだベイクタウンではないの、もうでもすぐそこだと思うんだけど。おしゃべり、ベイクタウンってベイク空洞を抜けた先、さらに上、もうちょっとあるのかなね、そう言われるとちょっと不安。ダグトリオとかヤトウモリがおりまして、ここ抜けた先ってこっちでいいかな、でもなんかバトルの人いらっしゃるしこっちでいいかなと思いつつ行ってみよう。ポケモンのタイプ、そろそろゴマくんとおこげくんをエッコしてバトルしてみましょう。
ケモノタイプって難しくない？それはそう、それはめっちゃそう思う。学生のひろこさん、消防士かけて来られました。デブリムかわいいかわいい。ここはマットショットで戦っていきましょうか。再結構戦効果抜群だけれども耐えてくれておりますので、このまま、うん、あんまり素早さは下がってくれたんだけど、でもヘドロウェーブそんなに効かないイメージがあるんだけれども、どうかしら。あ、結構効く難しい、やっぱりタイプって難しい。迷走されて特攻が上がってしまいましたが、特攻と特防がね上がってしまいましたが、素早さが下がっているからこちらが先に攻撃できるので勝っていけた。よかったよかった。スリムのお次はもう一人いたね、ポケモンね。誰が出てくる？サーナイトか。サーナイトが出てくるのはちょっと入れ替えて、おこげくんの噛み砕くアクタイプの技で行くのがいいような気がしている。わかんないけどね。わかんないけど、怪しいけど。おかしらーと、おかしらー、サーナイトが出てきます。ちょっとカメラもまたどうしたらいいものやら。あ、でもレベル40だね。ということはやっぱりちょっと思っているよりはレベルが高いかもしれない、向こうのジムの人の。ちょっと怖いなー。いやでも多分だけど、ね、さっきの氷タイプのジムよりはマシなんじゃないかな。どうかな。 あなたには簡単。全然ダメ。タイプの相性ずっと覚えられない。おしゃべり。水が炎に強いのはわかるわ。悪がエスパーに強いのはどうして？わかんない、わかんないそうだよね、ちょっとイメージできるやつとかっていうのはさ、まだ覚えやすいんだけれどもさ、ね、ドラゴンにフェアリーが強いのとかってさ、なんかイメージがつきにくいじゃない。ね、誰？誰？あなたは誰？あなたは誰？はじめまして？超はじめましてじゃない？行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。あなたは誰？なんて名前？キラーメだって。キラーメさん。ゲットしたい、ゲットしたい。何タイプか分かんないけど。あ、嘘嘘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 自爆か。それは無理だわ。それはちょっと無理だったわ。残念。はじめましてだったのに。いやー、またいないかな。でもすぐボール投げた方がいいよね。クイックボールとか持ってたかな。ちゃんと覚えてないや。この人は大変だー。どうされましたか、どうされましたか。えほ町まで行くのが大変だ。まだ結構あるのかしら、どうなのかしら。配達員のカイトさん、勝負を仕掛けて来られました。バンバドローが出てきてしまいましたね。バンバドロか。ここはマットショットで様子を見ましょう。そんなに素早さは下がってくれたけれども、そんなに持久力。カウンターが来てしまう。大丈夫だった。ここはちょっとかえっこした方がいいかもしれないね。ゆかちゃんでもいいんだけれども、ここはちょっと双葉くん、頼れる相棒双葉くんの多分、ね、草タイプの技を使った方がいいような気がしているので、いきましょう。トリックフラワー。そうね、そうね、よしよしよし、効果抜群で勝っていけました。よかったよかったよかった。よしよしよし。バンバドルのレベル見るの忘れちゃった。見るの忘れちゃった。ああ、もう見れない。アクアテール覚えたいそうです。アクアテールはちょっと見ていこうか。わあ、でも命中率が 100% の方がいいんだけどなん。アクアジェットよりは、威力があるから、かえっこしようか。アクアテールに。ね、ちょっと、なところだけれども。ガデル覚えてくれました。カイトさんとの勝負に勝ちましたね。ここでも配達するの確かに大変そう。疲れてなければ勝ってたと思うんだけどなまあ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 、そういうこともあるよ、そういうこともある。
エイクタウンへの配達は料金追加でもらいたいよね。でもそれはそうだよね、こうちょっと離れた場所というかさ、ちょっと行くの大変すぎる場所は配達員さんにね、あげてほしい。キラーメさんいた、キラーメさん目的地に到着した。なんでじゃポケモンセンターじゃないけれども到着しちゃった。キラーメさん、いや、なんとかゲットしたい。落ちそう。なんとかゲットしたい。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。